どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日アラスカ航空がねワンワールドに加盟するっていうのをね、発表いたしましたよね。本日の動画では、2020年夏にねアラスカ航空がですね、ワンワールドですね、加盟するっていうのを発表しましたので、まあこれそれでね、まあ結局どうなるのかっていうのと、まあメリットデメリットですね、あとね一緒に、アラスカ航空のねマイレージの貯め方と、基本情報なんかもね、一緒に今回は、紹介していきたいと思います。まずですね、アラスカ航空の、公式のツイッターがね、こんな感じでつぶやいてるんですけども、まあちょっと英語なんですけども、まあ簡単に言うとね、2021年夏から、アラスカ航空はね、ワンワールドに加盟しますっていうことで、まあワンワールドって何ですかっていう感じな方もね、まあもちろんいると思うんですけども、まああの航空会社っていうのは基本的にグループに、まあ、所属してるんですよね。ANA だと、まあ、スターアライアンス、まあシンガポール航空だとスターアライアンス、ユナイテッド航空もスターアライアンスなんですよね。まあでこのワンワールドっていうのは、まあ、JAL とか、ブリティッシュエアウェイズとか、先日紹介したアメリカン航空とかね、まあ、こういう航空会社が、まあ、このワンワールドっていう方にね、加盟しているわけなんですよね。でこれで、まあ、アラスカ航空がね、ワンワールドに加盟すると、まあ、どうなるのかっていうところで、まあ、一応ね予想されるメリットとしては JAL などのねワンワールドの飛行機に乗ってると、アラスカ航空のマイルが貯まるようになるんですよね。次に、特典航空券が、まあ、JAL マイルで、まあ、発券できるようになるっていう感じなんですよね。まあこれはね JAL のマイルだけではなくてですね、あのワンワールドの加盟している、航空会社の、マイルでね発券することができるようになります。で、JAL で発券する、乗り継ぎでアラスカ航空の便が、まあ、出てきますので、まあ、その時にね、まあ簡単に利用することができるっていう感じですよね。で、さらに、バッケージスルーが、まあ、利用できるということで、搭乗する国からね、まあ、荷物を預けて、まあ、途中で乗り換えたとするじゃないですか。ですけども、その航空会社をね、乗り換えたとしても、この同じグループにね、所属していると、まあ、そのバッケージスルーっていうのが、まあ、利用できて、まあ、目的地のね、まあ、国まで、まあ、あの、荷物を送り届けてくれるっていう、まあ、サービスがあるんですよね。で次に、ステータスの利用ですね。まあ、こちらは、ラウンジとか、優先搭乗とかね、まあ、ここらに入ってくるかと思うんですけども、そういうのがね、まあ、利用できるかもしれないっていう感じですね。まあ、これね、まあ、全部ねあくまで予想ですんでね、まあ、どのぐらいがどうあの出るかっていうのはちょっと分かんないですけどね。で次にね予想されるデメリットですね。今の、アラスカ航空の、お得路線が消滅する可能性があります。でこのアラスカ航空のお得路線って何ですかって感じですよね。あの今ねあのアラスカ航空のマイレージプログラムってアラスカ航空のマイルで、JAL のビジネスクラスをね、まあ、発券することができるんですよね。まあ、昔はねストップオーバーとかも利用できて、まあ、すごいね人気のマイレージプログラムだったんですけども、このアラスカマイルっていうのが。ですけども、ちょっとそこはまあ閉鎖されてしまって、今現時点だと、日本から東南アジアが、ビジネスクラス2万5000マイルで利用できるんですよね。まあ、これね、JAL で取ると4万マイルする路線なんですけどね。だからすごいお得ですよね。まあ、次に、日本から北米路線ですね。ファーストクラスが7万マイルで利用できます。まあ、これね、実は JAL も7万マイルなんですよね。じゃあこれ何がお得なんですかっていう感じになりますけども、このアラスカ航空っていうのはね、まあ、バイマイルっていう、まあ、購入することができるんですよね、マイルを。しかも、50% オフとかね、そういうキャンペーンとかもね、まあ、あったりもしますんで、まあ、そういうね、利用する、そういう割引キャンペーンみたいなのね、まあ、利用すると、まあ、本来の価格よりかはね、まあ、かなり安くね、利用することができますよね。次に、北米発券の、日本。でストップオーバーの東南アジア路線ですね。こちらはビジネスクラス6万5000マイル、ファーストクラスだと7万5000マイルで利用できる路線なんですけども、まあ、このストップオーバーって何ですかっていうと、まあ、これまあ簡単に言うと北米なんで、まあ、ニューヨークを例えますよね。ニューヨークから発券して、まあ、日本の路線を利用しますよね。まあ、ここまあビジネスクラスでニューヨーク、東京っていう感じで利用しますよね。まあ、ここを簡単に言うと今日でしましょうか。2月17日に、北米から、ニューヨークからね、東京まで行って、ここでストップオーバーですね。ストップオーバーっていうのは、まあ、ここで、まあ、24時間以上滞在することを、指すんですけども、
ですんで、まあ1週間後にね、2月24日に、日本からまた東南アジアに行くみたいなね、まあこれがストップオーバーの話なんですけども、まあここはね、今1週間空けましたけども、これがね、まあ、1ヶ月後とかね、まあ、そんな利用ができるっていうのは、まあ、このストップオーバーなんですけども、まあ、これで利用すると、まあ、ニューヨーク、東京、東南アジア、または2つ乗ってますよね、飛行機は。ですけども、これが、ビジネスクラスだと65,000マイル、ファーストクラスだと75,000マイルで利用できるんですよね。だからこれね、すごいお得ですよね、うん、だからまあ旅行を2つのね、利用みたいな感じですね。東京ニューヨークを一つの旅行の帰り道にして、まあ、東京から東南アジアのね旅行をまた別にするみたいなね、まあ、そんな利用の仕方もできるんですよね。いやこれすごいですよね、うん、今ねアラスカ航空のマイレージプログラム説明してきましたけども、ワンワールドにね加盟することによって、まあ、特典航空券が発券できるっていうことをメリットで言ったと思うんですけども、今現時点もなぜねアラスカ航空のマイレージプログラムで、JAL の航空券が発券できるかっていうと、今現時点ねアラスカ航空は、JAL マイル、JAL とね独自提携をしているんですよね。まあ、それ以外にもシンガポール航空とかもまあしてるんですけども、まあ、今現時点でもアラスカ航空と JAL はね独自提携をしていることによって JAL の特典航空券も発券できるし、コードシェア便も行ってますし、JAL に乗って、マイルを付与することもできれば、JAL マイルでねアラスカ航空のね、発券することも可能ですし、アラスカ航空に乗って JAL マイルを貯めることも、できるんですよね。ですんで、まあ今現時点でアラスカ航空の、マイレージプログラムでね JAL のね特典航空券とかも発券できるんですけども、このワンワールドに加盟することによって、まあ、さらにね会社としてはですね、まあ、大きくしていきたいんだと思うんですけども、でもねこのマイレージプログラムを利用する側からすると、まあ、今言ったねお得路線はもしかしたら必要マイル数がアップするかもしれないですよね、うん、だって同じグループに組んでいて、JAL マイルだと4万マイルかかる路線がアラスカ航空だと2万5千マイルで利用できるわけじゃないですか。これね、うんっていう感じですよね。だからここはねもしかしたら、まあ、予想できるデメリットとしてはね、まあ、来る気が、まあ、個人的にはするんですよね。最後にですね、このアラスカ航空の、マイレージプログラムね、まあ基本情報をね説明して、まあ、今回の動画終わりたいなと思うんですけども、このアラスカ航空のマイレージの基本スペックなんですけども、まずねマイルの有効期限は実質無期限という感じですね。まあ一応ね3年っていうね区切りはあるんですけども、まあ、加算か利用があれば、まあ、延長っていう感じなので、まあ貯めている分にはね、まあ、なくなることはないかなっていう感じですね。で、発券手数料が、アラスカ航空以外だと片道 12.5ドルかかるようになっております。で、変更キャンセルはともに125ドル。で、24時間以内は無料っていうふうになっております。で、特典、航空券の発券先は、誰でも、OK ということですんで、まあ、ANA や JAL みたいにね、親族じゃないと発券できないみたいな制度はありません。アラスカ航空のマイレージプログラム、まあ、先ほど言った通りね、アラスカ航空のマイレージで、JAL のね、ビジネスクラスがね、乗れたり、まあ、お得に乗れたりするんですけども、まあ、注意点がね、2つだけあるんですよね。まず、このアラスカ航空の、マイレージサービスの、サイト、まあ、日本に就航してないんですよね、このアラスカ航空っていうのは。まあ、それもそうだから、まあ、当たり前なんですけども、ね、全部英語なんですよ、サイト。ですんで、それを全部見ながらやんなきゃいけない。で、あとね、コールセンターがね、英語なんですよ、基本的には。で、通訳の方がね、いたりいなかったりみたいな話も、まあ、聞いておりますので、まあ、これ、いなかった場合はね、まあ、英語だけになっちゃうんで、かなりあれですよね、ハードル高いですよね。うん、ですんで、まあ、この注意点だけはね、ちょっと覚えておいていただけたらなと思います。で、最後にですね、アラスカ航空の、マイルの貯め方ですね。まあ、これね、2021年以降ね、統合されて、まあ、必要マイル数が上がってしまったらですね、まあ、あんまり意味ないのかなとは思うんですけども、一応ね、今現時点で、JAL など、JAL に乗ってね、マイルを貯めることができます。で、次ですね、やはり、SPG アメックスですね。
SPG アメックスのね、この交換先にもですね、このアラスカ航空っていうのはね、入っているんですよね。非常にいいですよね。ですんで、SPG アメックスのね、貯めたポイントを、6万ポイントをね、一度に、アラスカ航空に、交換すると、2万5000マイルになるわけですよね。っていうことはですね、この2万5000マイルですね、東京から、東南アジア路線のね、ビジネスクラスに乗れちゃうわけなんですよね。いや、これお得ですよね。まあ、ですんでね、もし SPG アメックスを持っている方で、今ね、6万ポイント貯まってますよ、みたいな方はね、実はもう交換してしまえば、東京から、東南アジア路線のね、ビジネスクラスに乗れちゃうわけなんですよね。もしね、溜まってる方がいたらね、ぜひね、やってみてもいいかもしれないですよね。まあ片道だけですけどもね。まあ往復の場合は、さらに2万5000マイル必要になるんですけども、お得な路線なんでね、ぜひね、利用してみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。今回はね、アラスカ航空がワンワールド、加盟についてね、今回紹介させていただきましたけども、ちょっとね、どうなるかわからないんですけども、もしね、これで必要マイル数が上がってしまったらね、ちょっと残念な部分ではあるんですけどもね、今後の動向にね、注目していきたいなと思いますね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画ね、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。